TQ 駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1940年度戦時予算に基づく第6次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1943年から1944年にかけて順次に収益した。全艦が第2次世界大戦を戦い抜いた後、15型または16型フリゲートに改装され、 水中高速戦時代の対戦線を担うこととなった。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を予定していた中間的駆逐艦の建造を前倒しして、O 級、P 級が建造された後、新しい戦時要求の反映や急増に適した。 設計への変更を図った、救急、R 級に移行した。1941年3月14日に発注された第6次戦時急造艦隊は、その2ヶ月前に発注された第5次戦時急造艦隊と同様、R 級の巡動警官とされた。これが本級である。上記の経緯から、設計は S 級とほぼ同様であり、J 級以来の単元突。 選手ー型という船型のほか、救急で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターン、また S 級で導入されたトライバル級と同様の監視形状も踏襲された。ただし本級では北極圏行動用の防寒設備が省かれている。機関も S 級と同様に、救急、R 級の構成が踏襲され、 アドミラルティ式3動型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。装備も、おおむね S 級の構成が踏襲された。艦砲は45口径 12cm 砲を、最大行角55度のマーク、20という砲がと組み合わせて4機搭載、射撃式装置も、対空用には285型レーダーを備えた。 マーク、通報違反と FKC 射撃板、耐水場用には、機船長3.66メートルの即挙技を備えた、DCT 砲違反とアフック射撃板が用いられた。近距離用の対空兵器としては、S 級で採用されたヘイズメイヤー式の56、合計40ミリメートル連装機銃1機と70、合計20ミリメートル連装機銃4機が、基本とされた。 56口径4 0ト、mm、ル連装機銃の代わりに、トラウブリッジ、チューモルト、タスカン、ティリアンでは70口径2 0ト、mm、ル単装機銃2機、タープシコリーでは70口径2 0ト、mm、ル連装機銃2機を搭載して竣工したが、後に全艦が56口径4 0ト、mm、ル連装機銃を搭載した。また1944年3月、 地中海艦隊所属艦に対して陸軍式の56ミリ 40mm 単装機銃の搭載が行われた。また1945年に東洋艦隊で対日戦に投入された艦では特別攻撃隊対策として 20mm 連装機銃を56ミリ 40mm 単装機銃や39ミリ 40mm 単装機銃に換装強化した。 対戦後、全艦が高速対戦フリゲートに改造されたが、大規模なタイプ15改造を受けたのは、共同艦、トラウブリッジのみで、他の7隻は改造費の低廉なタイプ16改造にとどめられ、1960年代後半まで使用された。ありがとうございます。